日本の国防ニュースパックさん、防衛省にも到着北朝鮮のミサイル発射に備え、自衛隊は政府の破壊措置命令を受け部隊の展開を進めていて、東京の防衛省には29日や地上配備型の迎撃ミサイルパックさんの部隊が到着しました。東京市ヶ谷の防衛省には29日や8時半前、パックさんの部隊の大型車両が次々と到着しました。到着した車両は普段運動場として使われている敷地に停車し、隊員が発射機を組み立てる作業などを行っています。これに先立って29日や7時過ぎ、千葉県の習志野分田室基地や茨城県の霞ヶ浦分田室基地からパックさんの部隊の大型車両が次々と出発するのが確認されていて、自衛隊は北朝鮮の今後の動きに備え、各地で部隊の展開を進めています。今回の破壊措置命令について、防衛省は日本側の対応を明かすことになる、などとして公表していません。民の声へ続く。